はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。もう死んでるマートのレア妖怪ミステリー、こちら攻略していきたいと思います。このミステリーはね、もう死んでるマートの通常ステージ全域で出現します。ただね、確率結構低いけどね、だいたいやった感じ10回に1回ぐらいかな。このミステリーが出るとお題を出してくるので、それをクリアしていくと、まあ倒せる。で、倒すとね、まあ一定確率で仲間にすることができるという、そういうイベントですね。で、今同時開催のイベントでモーグリニャンのおはじきバトルありますが、それとこう今回運営かぶせてきたんですけど、やっと理由が分かりました。そういうことだったのか。おはじきイベントで報酬でね、結構妖怪がゲットできるのですが、そこでまあ必要な妖怪持ってない人はゲットしてくださいよと、まあそういうことですよね。今回のこのお題をクリアしていくイベントなんですけど、あの KK ブラザーズのレースイベントとまあほぼ一緒と言っていいでしょう。同じようなお題が出てきます。1回フィーバーにする、まあ、こんなような感じね。で、このイベントの攻略のポイントとしては、やはり KK ブラザーズは必須でしょう。 KK ブラザーズはね、あの違うプニなんだけどお互いつなげれちゃうということで、まあコンボが続きやすかったりデカプニが作りやすくなるので、このイベントでは非常にお題をクリアするのに有効です。 KK ブラザーズは、まあ、B タイプとね S ランクの2種類ありますが、まあどっちでもいいかなという感じですね。というかむしろこの B ランクの KK ブラザーズの方が攻撃タイプということで、こっちの方が使えるのかなという気がします。で、まあ、今回のあのおはじきイベントでも報酬でね B ランクの KK ブラザーズあったので、まあこの際ゲットして、今回のこっちの U2 ゲットにね使っていった方が多分攻略しやすいと思います。できればね、この B ランクの KK ブラザーズはスキルレベル2もしくは3ぐらいまで上げておくとね、非常に使いやすいです。こんな感じでサイズ12以上のデカプニとかもね、結構簡単に作ることができます。さあ1500以上のダメージを与えよう。こういう時にもね、この B ランクの KK ブラザーズの方が使いやすいですよね。必殺技2回以上使え、ちょっとこれは苦しいな。モーグリニャンが溜まりましたね。そしてフィーバータイムに逃げ込みました。これはちょっとラッキーだよね。メンバーとしてはね、まあ、KK ブラザーズとあと回復系1体入れておいた方がいいと思います。これミッションでね、いくつ以上回復というのが出てくる時があるので、その時にね回復系持っていないともうお手上げですよね。あとはボーナス玉を何個以上というのがあるので、このカルラ、あの能力がねボーナス玉を4個作る、これがあるとね非常に楽です。さあ13以上のデカプニを作れ。あー、ちょっとミスりましたね。厳しいな、ここに来て。あー、いけるかな。あーっと失敗だ、残念。さあ1750以上のダメージを与えよう。これは簡単ですね。さあモーグリニャンで一発でいくでしょう。成功です。おっと、ちょっと1問失敗したので倒せませんでした。226ワインマネー。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。